はい、皆さん、こんにちは。ハリウッドスターを目指す男アレクサです。196名のファミリーの皆さん、本当に皆さんいつもありがとうございます。いやー、もう親知らずがですね、未だに痛くて、もう体がもうブヨブヨしてきました。もう言ったらもう1ヶ月ぐらい筋トレできてないんで、ちょっとすごいモヤモヤしてるんですけど、まあ、時間解決すると思ってやっていきたいと思います。で、今日もですね、まあ、ウーバーイーツやっていこうと思って、今これ、まあ、あの朝食のあのパンを今から食べてやろうと、今博多駅に向かうところなんですけど、僕ですね、まあ、ホームレスでありながら、まあ、1日3回シャワー、2回か、まあ、多い時で3回で、大抵2回シャワーを浴びて、かつ、まあ、洗濯も毎晩やってるんですけど、だからこれもいつも綺麗なんですけど、なんかこう今ですね、出勤っていうか、まあ、そのなんていうか、博多駅に向かう途中になんか汗くせえなみたいな、何が汗臭いみたいなのめっちゃ散策してたんですよ。で、なかなか見つからなくて、まあ、バッグも臭いけど、まあ、この匂いじゃないなと。このタンクトップも、まあ、昨日洗ったし、全然普通に全然いい匂いして全然大丈夫だなと。何が臭いんだと思った時に、あの、分かってっていうか、これだっていうのがあって、こいつでした。こいつ、この麦わら帽子なんですけど、これなんすか、イグサ 100% って書いてあって、まあそのなんすか、この素材がよくわかんないんですけど、いわゆるあのこの真夏にですね、まあ、これだけやっぱり毎日汗を流し、こう、まあ、ウーバーをやってたらですね、もう汗がえげつなくかくんですよ。で、これも一応洗濯してるんですけど、もう匂いが取れなくて、もうどうしようかなと思って、これはさすがにお客様に失礼やなと。配達先のレストランとかに行った時に、こいつ臭って思われたら悪い評価をされるし、どうしようって思ったんですけど、まあ、これお金で解決して新しい麦わら帽子を買っちゃうと、まあ、簡単じゃないですか、解決って。ただこれは面白くないなと思って、何かこう知恵を出そうと思っていて、ちょっとイメージしてみたんですよ。僕がこう自転車で、まあ、通るなり、まあ、歩くなり、誰かの前を通った時に臭って思われた時に、大体臭って思った人って大体こう後ろを振り向くじゃないですか。後ろ振り向きますよね。だから僕の場合、こうウーバーイーツでこう通った時に、こう臭って振り向いた時に、このバッグを見てもらえるんじゃないかなっていう。いわゆる僕がこう進んでいて、人がこう進むとしますよね。で、僕がこう進んでいて、で、こっち側に歩いてる人ってくさっと思ってこう振り向くと思うんですよ。で、この時にこのウーバーのこのバッグを見てもらえれば、これか、これ僕チャンスやなと思っていて、今までって、まあ、視覚的にこれを見て、まあ、興味を持ってもらうっていう、まあ、戦略を取ってたんですけど、視覚ともう一つ嗅覚からも攻めれるなと。嗅覚を生かしたこの広告戦略を今日ですね、編み出しました。嗅覚から攻めていく。あいつ草なんなんあいつってわざと思わせて、その人を振り向かせて、このバッグを見てもらうみたいな。これめっちゃいい考えじゃないですか。嗅覚と視覚から攻めるってなれば、もう聴覚もいけますよね、やろうと思えば。聴覚の場合ちょっと難しいんですけど、なんかラジオでもつけて、ハリウッドスターを目指す男アレクサです、ハリウッドスターを目指す男アレクサですみたいなラジオを自分で録音して延々と流すっていう、まあそういう戦略も、まあありっちゃありだと思うんです。なんか銀だこがやってましたよね。銀だこって、あのお客さんに行列を作って、その行列のすぐ近くに確かスピーカーを置いて、たこ焼きがこうジュワーってこう、なんすか、上がる音をあえて大きくして、お客さんにその食欲をこう なんか倍増させるような、そういった戦略を取ってると思うんですけど、それと似てて、銀だこのそれも聴覚の戦略にも近いんですけど、それももしかしたら、まあ、ちょっと現実的ではないかもしれないですけど、まあ、そういった戦略もありだなと。だこの腐って最初思って、うわもう最悪やな、テンションめちゃくちゃ下がってたんですけど、意外とこれ活かせるなっていう、まあ、そういった発見が今日ありましたんで、今日もですね、まあ、台風が、過ぎ去りましたんで、また今から博多駅に行ってですね、今日は割と遅くまで、バッティのチャージャーも充電できましたんで、割と遅くまで配達をして、より多くの方にですね、また知ってもらいたいなと、思います。以上ですね、ハリウッドスターを目指す男アレクサがお送りしました。それでは皆さん、失礼します。